本当に英語のもう基礎だけ、つまり文法を固めれば、文法といってもその深掘りするわけじゃなくて、例えば C 教師はこんなもんみたいな、本当に高校生受験するなら誰でも知ってるでしょうくらいの、本当にもう長文読めるくらいの基本文法だけ入れて、もうあとはもう赤本にずーっと赤本の立ち向かうって感じで、僕の場合ですともう本当に赤本しかしてなかったので、で、1年間あったので、10年分をもう本当に10週以上くらいやってて、もうなんか慣れた時は本当に1時間くらいで1週とかやってたので、スケジュール的には1日3年分とかやってる日とかもありましたね。なるほど、分かりました。ちょっとまあ細々とじゃあその文法の話とか過去問のやり方の話聞いていければなと思うんですけど、まあ、まずその文法に関して言うと、まあ今ちょっと私の時と教育指導要領は違うなんとも言えないんですけど、まあ、多分そのスタサプとかでその最近の中学英文法とか見てて思うのは、まあ、中学英文法の段階で実はほとんど文法ってやっちゃうんですよね。で、高校に入ってからやるの多分家庭法と、あと関係副詞と多分それぐらい。で、あとはまあもちろんその個々のその書き換えとかでより詳しく書いてあるとか、あとまあその、例えばなんだろう。解釈をするときに、まあ、その並列があったりとか、その挿入句があったりとか、省略があったりとか、まあ、そういうのが分かりにくいものがあるっていうのは、まあ、往々にしてあるかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、逆に言うと、その程度で、その程度でどん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 進んでいってっていうふうな形があって、で、まあ、その中で、じゃあ、どういうふうにやっていくんだっていうふうな話にはなっていくと思うんですよ。で、まあ、文法を基本的に一通り入れてって話だったんですけれども、その解釈でよくみんなつまずく、その挿入とか省略とか、あと挿入省略、あと並列とかですね、ああいうのは、まあ、一通り一応その文法として押さえたって感じなんですそうですね。僕は、どちらかというと、その、スタディサプリ、先ほどお話ししてたスタディサプリの関先生の文法講座のなんかその、中級みたいなのが確かあったと思うんですけど、それをやれば、関先生が、なんか、あの方とても優秀なので、そういう、こういうところが出るとか、そういう、なんか、なんでしょう、受験だけじゃなくて使える英語も教えてくれて、セットで教えてくれるので、受験ではこう出るんだよとかも一緒に教えてくれたりとかするので、もう全然スタディサプリだあれ、け足りたってわけですね。あまあ、りスそタうサプ私も実は見てて、で、スタサプ見ててすごいなって個人的に思うのが、あれなんですよね、スタサプがすごくいいなっていうふうに思うのは、あれなんですよ。文法を一通りやるんだけど、一緒に語法の知識もつけてくれるんですよね。語法も結構入ってくるじゃないですか。確かに確かに。で、その普通文法と語法って別々にやらなきゃいけないので、まあ、語法って割と丸暗記的になりやすくてきついんですけど、スタサプは極力その丸暗記をさせないっていうポリシーのもとで、まあ、その理屈から考えて分かるようにしてくれるので、まあ、少なくともその大学に受かる程度のものであれば非常によくて、もちろんその例外的な話っていうのはあるので、それをどう見ていくかっていうのはすごい大事なんですけど、まあ、やっぱりこうそのまあ、少なくともスタサプは非常にこう英語をやる上ではとてもいいんですよね。で、それで基礎がある程度ついて、それでこう、まあ、あとは過去問を解き直すってことで、まあ、過去10年分っていう話があったんですけれども、まあ、私の時は過去20年分近くやったんですけど、今多分マックスで集めようと思ったら25年ぐらいは集められるのかなと思っていて、ただまあそのすごく過去のやつって今とちょっと傾向違ったりはするんですよね。まあなんていうんでしょう、すごく過去のやつってものすごい難しい単語が出てきたりとかで、まあ2010年ぐらいからだんだん逆にこう熟語とか語法が出始めてきて、ただ最近はちょっと倍率が上がりすぎてまた難しい単語出てるって、まあその先祖返りしてるような部分もあるんですけど、ただまあ過去10年分ぐらいやれば全然間に合うって考え方もあると思うんですよ。で、それをちゃんと覚えるっていうやり方。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ございました。ですね、毎日学習会では LINE で無料で受験相談ができますので、もしよろしければ概要欄に LINE の、アドレスがありますので、ぜひですね、気軽にお問い合わせいただければなと思います。あと希望の方にはね、10日間無料で添削だったりとか相談だったりとか、一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。